福山市立城北中学校は、広島県福山市木の小町4丁目にある公立、中学校。1947年に、福山市立第二中学校として発足。1948年に、福山市立城北中学校となる。1974年までは、東は福山市奈良津町、西は福山市山手町、北は 福山市合文町とかなり広大な学区を有する中学校だったが、二度の学校分離により学区は大幅に縮小された。学区内にある福山市立日小学校に南朝社向けクラスがあることから、福山市内の市立中学校では唯一南朝社向けクラスが設置されている。校名は福山城跡の北方にあることに由来している。 白方位が名称についた福山市立の中学校4校の中では最も福山城跡に近く、かつ福山城跡は学区内にある。生徒の自主、自立を育み、一人、数との願いを叶える、城北教育特別の事情がない限り、福山市立樹徳、西、旧正代、明王代各小学校の児童全員が進学することになっている。 各小学校の学区は以下の通りである。広島県所属中学校土俵、教育開発オンライン。2020年10月10日閲覧。2012年度、平成24年度特別支援学級、通級指導教室設置校一覧。2012年10月4日閲覧。ABC、学校案内。2012年10月4日閲覧。 福山市立中学校通学区域一覧2012年10月4日一覧福山市立小学校通学区域一覧表2012年10月4日一覧ありがとうございます